どうも改めまして、皆さんこんにちは、諸角ゲンズブルです。さあ今回も始まりました諸角研究所。いや危なかったですね、危うく台を取れないかというところでございましたけども、今日まず朝がですね、抽選が非常に多かったです。200人ぐらいですか、並ばれまして、本当に今日は取れない可能性があるなという中、僕は台取りで迷っちゃいましてね、なんとか抑えれましたけども、ご覧の通り今回の研究機種は山佐のウィッチマスターでございます。マスターズ？マスター？マスターですね、はい、マスターでございます。機種名もうろ覚えなぐらいですね、この機種に関しては僕下調べがいつも以上にございません。というのも、まあ、いわゆるその萌えのジャンルに入ると思うんですね。ああいうなんかちょっとこう可愛らしい女の子が対決するみたいな苦手なジャンルです。これまで一回も、あれがあったね、ブラックジャック、あれも一応萌えのジャンルに入るのかな。ああいうのあんまり僕ね正直得意じゃないんですよ。ただもちろんそういう先入観はね抜きにして、今回は実戦に臨みたいなと思っておりますけれども、今回はですね、五反田にありますジャランさんにお邪魔しておりますけどもね、初めてのお店でございますが、多分ね動けなくなる可能性は高いと思います。設置は4台なんで、とりあえず朝は取れましたけども、今後動けなく可能性はねあると思いますので、なんとか1台目にいい挙動をお見せできればなと思いますけども、この機種ねめちゃめちゃなんかシステムが複雑なんですよ。なんか分母がどうの分子がどうのっていう ART システムを搭載しているようでして、僕は数学が一番苦手なんですね。もともとあんまり学はない、勉強できない方ではあるんですけど、とりわけ数学が苦手でございまして、分数とかあともうルートとか全く覚えてない、もう何なのか全然わかんないんですよね。だからもしかしたら今日はね、いつも以上にちょっと手を止めながら攻略書を読みながら皆様にご説明するという感じになってしまうかもしれませんが、なんとかいい結果をね残せればと思っております。でちょっと話変わりますけどね、僕実は今ですね目下6連勝中なんですよ。もちろんこの収録じゃないですよ、この収録関係ないですよ、この収録はもう負け続けですから、この前ですよ、まあ、別の仕事を含めてプライベートを含めて目下6連勝中なんですよね。いわゆるビクトリーシーズンに突入してるのかなとも思うんですけども、まあご存知の通りこの番組との相性は最悪でございます。だビクトリーシーズンが勝つのか、それともこの番組をきっかけにパタッと止まるのか、僕はね今日はそういうところにも注目していただきたいなと思っております。というわけで、早速参りましょう、研究スタートです。今日ね幸いそのパチンコの信頼もかぶってるんで、そっちにちょっと流れてくれてるとは思うんですよね。どこだ、やべ島津見てなかったよ、うわ嘘やろ、うわ全然わからんわ、ない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 、やばいやばいやばい、あった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 、あーあぶねー、とりあえず取れました。さあでは研究開始でございます。もちろん今回も初打ちです。どんな結果が待ち受けているのでしょうか。連勝止まんのかな。でも何でしょうね、この番組に限って言えばですね、僕前回もひどかったし、ちょっと音うるさいね、音量調節できますよ。前回もひどかったですし、まあ、毎回毎回割とひどい額いかれてますんで、なんかねあんまひどいことにならなければそれでいいかなみたいなところも若干あります。まあもちろん勝ちたいですけどね、難しいんだもんな最近のバチスローは。
で、この機種のシステムをご説明しておきますと、一応ボーナスを搭載している ART 機ですね。ただボーナスは若干重めになってます。ただ全然引けない確率ではないです。で、ボーナス自体に、見たところそんなに設定差はないようですね。若干高設定がまあ出やすいかなというような具合です。あら、夕方行ってる。演出が起こりすぎてちょっとステージがどこにいるかよく分かんないよ。あ、やっぱ夕方にいますね。これはおそらく降格を示唆しているものと思われますって言ってたらチャンス目です。はい、お、ステップアップ系の演出かなこれは。で、この機種は、まあ、一応通常時はこの青バーか赤バーを狙えばいいんですけど、狙う絵柄の色によってチャンスゾーンの種類が異なります。お、まだ行くってこと。おらら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 、これはボーナス当たってんじゃない。ちょっとね、ボーナスのね、最速揃え手順みたいなのがあったんですよね。下段に青バーを狙うのかな確か。これはリプレイ、これで発展か。白熱テニスバトル、かわいいね。これは何かな。最速手順をやってはいるものの、どういう感じで揃うのか分かんないんで、とりあえず普通に押しますね。でも今の青カットいいんでしょう。あっさり当たりましたよ。おろろろろ、ボーナス重いんじゃないのこの機種。21ゲーム。あら、やっぱビクトリーシーズンや。まだ、あ、でも化けですね、化け。はい、投資はもちろん1本です。さあ、レギュラーボーナス中はチャンス目が出現すれば ART 確定とのことなんですが、毎日攻略誌とかを見る限りは実戦上は出てないということです。なので、まあ出現率は相当低いんでしょうね。あと、もしかしたらまあこのキャラ紹介に何か秘密があるかもよということです。まあ案の定全然増えませんな。あ、49枚ですって。ボーナスと呼べるのかね。で、さっきちょっと狙う絵柄の色によって当選した場合、チャンスゾーンに当選した場合の種類が異なるというふうに言いましたけども、もちろんそのチャンスゾーンの期待値、期待度は青を狙ってようが赤を狙ってようが変わりません。チャンスゾーンの期待度は 33% と言われております。で、基本的にはまあそのチャンスゾーンを目指してそこから ART 当選を目指すというゲーム性なんですけども、一応直撃 ART もあるようです。ただそこにはかなり設定差があると言われておりまして、直撃 ART が一度でも確認できれば高設定の可能性はぐんとアップするようですね。まあ割とあるあるな感じです、その辺は。あと朝一設定変更時はどうやら天井が短縮される仕組みになっているようでして、通常の天井は1536ゲームなんですよ。で、平均999ゲームと言われております。で、その天井が500ゲームから800ゲームぐらいまでに短縮されるようでして、なんとですね、この天井途中でボーナスを引いてもこの短縮天井の恩恵自体は受けれるそうです。だ、まあどういうことかと言いますと、例えば朝一の天井が700ゲームになりましたと。で、100ゲームでボーナスを引いた場合、天井までのゲーム数自体はもちろんリセットされます。だからもう一度0から700が天井ということになるんですけども、その短縮された天井自体は朝一最初の ART 当選までは続くようです。お、チャンス目だ。
だ今のはだ赤の絵柄を狙ったから赤が光ってるんだ。だこっちのチャンスゾーンに当選してるかもよっていう煽りだと思います。これはあってん遅刻系はね弱いんですよ。だいたいパチスロっていうのは遅刻系の連続演出は鉄拳セカンドもそうしたからね。アスカがほら遅刻や遅刻やーってあの自転車こいでるやつあれもだいたい弱いでしょ。当たんないほら遅刻系は弱い。それはもう初打ちでも分かりますからこれは覚えておいた方がいいです。ただまだ光ってるんで前兆は続いてるということでしょう。でもこれあれだな、なんかこうふとした時にこういう普通の演出でチャンスエッグが成立してるから割とちゃんとこう気をつけて押しとかないとまずいっすね。チャンスゾーンがありますよ。あらこれでもしょぼいのってこれだけじゃん。最終あ、まあ、ボートレーあテニスもまだあ割といっぱいあるな。あチャンスゾーンチャンスゾーン行きました。赤の方のチャンスゾーンです。ゴーストエスケープ。よし行きましょう。今144ゲーム、いいっすね。あっさり行きましたよ。このゴーストエスケープは今お化けが残り19体って言ってるでしょ。確かお化けが10話20話30体なんですよ。で毎ゲームお化けは一応減ってはいくんですけど子役が成立すると1体以上こうやって減っていく可能性がある。これで残り15体。難しいねこれゼロゲームになってますけど、あこれで終了のピンチですね。子役でセーフ。あーもうアウトだ。おなんや、おー残り4ゲームに復活しましたよ。残り4ゲームで4体ってことはそういうことや。あらーどうした、今日やっぱ強いぞ。ほらもう何も引かなくても大丈夫。子役いても何も演奏来ないもんね。もうクリアが確定しちゃってるから。はいこれでクリア。残り0体になりました。悪霊爆散。あらいや僕最近のパチスロ割とチャンスは難しいなと思ってましたけどこれはなかなかどうしていけるチャンスかもしれませんね。ゲーム数158ゲーム、投手は6本でございます。うわー今日いけるぞ。こんな早くART に入るとは。さあ ART 突入です。マジカルダイブ準備中ですね。今これで始まるのかな。始まった。ワンセットが50ゲームです。で順増が1ゲームあたり約 1.5 枚ですね。プラスで最初突入時の40ゲームかワンセット40ゲーム、あ違うエピソードから始まるのか、エピソードだね。でまずはこのようにエピソードがあってその後この40ゲームを消化し始めるわけですが、わかります、この下にベースって書いて40って書いてあるでしょ。で上に残り40ゲーム。おチャンス役いた。おチャンス目か、ボーナス当たってろ。おお簡単、あっさり ARTG にビッグ引きましたよ。あビッグかどうかまだ分かんないか。いや次ビッグでお願いしますよ。ボーナス重いのにね。チャンス目が働くなこの台。あー化けか、また化けか。でもいいよ化けの方が設定差大きいからね。で ART 中のレギュラーボーナスは消化中にチャンス目を引けばバトルをストックしていきます。
まあバトルってのが何なのかはちょっとおいおい説明しましょう。基本的には ART 中はそのバトル突入を目指すゲーム性になってるんで、出玉増加のためにはそのバトルは欠かせないものですね。あっさり終わった。あ、ベースカウントが上昇しました。このベースっていうのはこの後見ていただくと分かるんですが、さっき40分の40でしたよね。でベースっていうのは分母のことです。なので分母のベース、つまり40ゲームが50ゲームになりました。いやー、なんか分母とか分子とか言ったの本当中学生以来だわ。世の中で分数ってあんま必要ないですよね、生きていく上で。本当に思う。ルートも絶対いらないよ。ただ分子分母が何なのかぐらいは、まあ、この機種の登場で知っといてよかったなと思いましたけど。でまた ART 突入ですね。ほら見ての通り50分の50になってます。で ART 中はまあ基本的にはバトル突入を目指すというのは先ほど申し上げましたけども、バトルに入ると引き分けでゲーム数がリセットされるんですね。なので例えば50分の20の時にバトルに入って引き分けた場合、50分の50に戻るんですよ。でじゃあ逆に勝った場合どうなることを言いますと、勝った場合はこの残りゲーム数が上乗せされます。ベースはそのまま。でじゃあ引き分けた方がいいんじゃないという、一見そんな感じにも思えますけども、ベースと残りゲーム数ありますが、残りゲーム数がベースを上回った場合、つまり分子の方が分母より大きくなった場合は、その間上回ってる間は上乗せ特化ゾーンの抽選を高確率で受けることができるんですね。なのでまあ基本的にやっぱそのバトルは勝利を目指した方がいいという感じです。多分チャンス役を主にバトルの抽選を行ってるんでしょうね。バトルは勝てなくても残りゲーム数がベースカウントまで巻き戻るよ、引き分けの場合ですよね。で勝ったらベースカウントまで戻った上に上乗せされるんで、残りゲーム数が上乗せされるんで、必然的に分子の方が分母を上回るということでしょうね。おお、巨釣り、これは行くんじゃない。バトルに強チェリーで何も起こんないのはちょっと寒いぞ。あれ、あえこれはまだ分かんないのか。ボーナスの可能性あるんじゃない。ほらナビないよ。中押しでちょっと白七狙ってみるか。ほらこれ熱いやろ。おい、でもね僕白7狙ったんですよね。ってことはまた化け。ああ、いや設定差がねビッグより大きいのはもう分かっているから、そろそろ化けよりビッグが欲しかったよ。でもこれどうなるんでしょうね。 ART 中のボーナスはベースカウントがさっき10アップしましたから、エピソード中に引いた時でベースカウントがまたアップするってことは60ゲームになって、でまた分子も60に戻るかもしれませんね。そうなるとゲーム数が残り少ない状態で引いたボーナスは結構美味しいですよ。今残り20ゲームぐらいでした。どうなるんだろうね。わ、やっぱほらってことは、ってことは戻ったんじゃない。いやでもなんか久しぶりにこういう寝台でどうなるんだろうってワクワクしながら打てる。
今までずっとワクワクする暇もなくやられてましたからね。わあもうだからどうなるこれ。わあ強水か。頼むよ、なんか抽選ちゃんと行っててくれよ。はい行きましょう。長かったね準備中。さあ行きましょうか。お、やっぱりほらすぐ煽りが始まる。あーちょっと待って待って待って、残りゲーム数は上がらないんだ。ベースは60になってるけど、まあでもすぐ煽りが始まったんで、まあ、おそらく準備中のチャンス役でしょうこれは。ってことはバトルに行く可能性も十分。おお嵐が来るかも。ほら飛び魚より熱いやろこれ。ほら虹が出てる、レインボーだよレインボー。ただここのレインボーはあんま関係ない気もしますけどね。お願い。はいバトル行きました。さあとりあえずこれで引き分けたとしても残りゲーム数は60には戻ります。で勝てば60に戻る上にそこからさらに分子が上乗せされます。で分子が分母を上回ってる間は上乗せモードですね。上乗せ特化ゾーンの抽選を行ってくれます。これいつもあんのかな、このなんか前置きみたいなやつは。長いねバトル割と。ちょっとまずくないかい。お、いいよ。おいけ。ん、ドローか。あーほら60に戻りましたね。ただベースカウントが上がったおかげで70ゲームになりました。いやー勝ちたかったなこれ。で今ので勝てばこうやって戻った上に分子が上乗せされるんですよ。まあ、まだ100ゲームぐらいしか消化してないですけど、まあ順増に偽りはなさそうですね。一時期ねパチスロ界で流行りましたけど、順増嘘つくやつ、あれはなさそうです。最近でも少なくなりましたよね。まあやっぱそのユーザーもねバカじゃないですからね、そんなもう騙されっぱなしじゃないですよっていうのをさすがに気づいたんでしょうね。割とその言われてる数値通り増える機会が最近は多い気はしますね。一時期はねなんか純増2枚とか言われて、何を狙うんだ。バキューンかわいい。お、何も言ってないね、なんか煽りが。これはちょっと熱いんじゃないか。予想以上にすごいなあの二人。多分今のセリフはねチャンスアップなんでしょうね。パニーンないか。でも何も言ってないのに煽りはちょっと熱いんじゃないのかな。おおお嵐、今残り17ですからね、ここでバトルいったらでかいぞ。おしいった。これはね引き分けでもねいいですよ別に。50ゲームちょっと上乗せされるのと同じですからねここでのバトルって。いやさっきの人と一緒やん。さっきの始まり方が違いますね。やっぱ最初のやつ熱かったんじゃないですか。いやあれ引き分けたのちょっともったいないな。なんか今回もちょっとまずそうだな。あでもなんかこっちから攻撃を仕掛けてます。ほらさっきと違う、これはほら一方的にいってる。いけるやろ。おいよしで、これでベースカウントが戻った上にさらに分子が上乗せされる。あ、こっからエピソードが始まるんだね。なるほど、勝てば勝つほどエピソードが続いていくわけか。
あれちょっと待って、これ今のところ結構面白い。僕もともとその A プラス ART が好きなんで、まあ、ボーナスプラス ART ですね、正確には A タイプってのは今言わないですから。でボーナスプラス ART が好きなんで、うん、で今みたいに何もなくてもこうやってバトルが発生するっていうのはいい。あ、30も乗せられた。で残りが100でしょ。でほらこの分子が分母を上回ってる間はオーバーライドモードっていうのになって、上乗せ特化ゾーンへの突入が期待できるんですよ。だここでナビが発生したら特化ゾーン突入のチャンスですね。いやー、うわー面白いわこれ。